乱世の幕引き？ありえないな。さあ、ケーラの宝をいただいていくよ。ケーも目を閉じ、何かに思いを馳せるといい。さて、ケーには何を与えれば面白くなるかなあ、竜の刀。赤い怒りを抑えろ。さもなくば、政宗様が死ぬ。政宗様が、夢うつつにもご覧あれ。この小十郎が示す、新たな覚悟を。俺様が必ず何かを掴んで帰る。武田のために必要なことを。あんたらは土足で甲斐の山を荒らしたんだ。血まみれになって死んでも文句はないよな。わかるだろ大将、これが俺様の使い道だ。知りたいですか？教えてあげましょう。まぶたを閉じればほら、炎が燃え盛ります。まだ目覚めたくない。もう少しだけ。もうお腹ペコペコだよ。天界様、誰かさ、この辺りの美味しいものを教えてよ。僕はどうしても伝説のあれが食べたいんだ。戦国美食界の名にかけて。我が輩かい？人呼んで素敵紳士。さあ諸君、大きな拍手で出迎えたまえ。我が輩が眩しすぎて見えないのかい？好機は天界とひとっ旅。手前、立花宗重と申します。稲光に目を焼かれませぬようお気をつけろ。我が君、布教は順調に進んでおります。どこもかしこもザビー教、悪夢だよ。天下の皆さん、もうすぐ全員ザビーファミリーですよ。まるでザビーカーニバルです。レッツハッピーセレモニー。そう、K からは絆をもらう。